タプタプアテアノマラエは、フランス領ポリネシアのライアテア島、タプタプアテアシオポア地区にある、最新遺跡である。東部ポリネシアに、数多く残る、最新遺跡マラエの中でも、タプタプアテアノマラエは、かつて最重要と位置づけられていたものであり、周辺の自然景観も、神話や宗教と結びついてきた。そのマラエの遺跡を含む、文化的景観は2017年に、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。このマラエが存在するコミューンはタップタップアティアで、ソシエテ諸島を構成する、カザシモ諸島、ライアター島の南東部に位置する。ライアター島の故称、ハバイインは、ポリネシア人の伝説的な発祥の地であるとともに、死後に魂が帰る場所を意味した。マラエとは、東部ポリネシアにおける、野外宗教施設である。ポリネシア文化は、 東西で差が大きいことが指摘されており、西部が木造の神の家を築くのに対し、西部は石造の祭祀場を築いた。マライはタヒチ語であり、呼び方が異なる地域もある。ポリネシアのマライは、西暦700年頃には作られ始めていたという説もあるが、当初は内陸に築かれた単純なものに過ぎず、後に沿岸部に築かれるようになった。 沿岸型のマラエは石を敷き詰めた長方形の区画に石像のアフを築くものでソシエテ諸島の場合その機能は複数の主張国に影響を及ぼす反国家的マラエ一つの主張国内で意味を持つ国家的マラエ家族や職能ごとの小規模な家族的マラエの3種に対別されるタプタプアテアのマラエは反国家的マラエに分類され 国際的性格を持った唯一のマラエと位置づけられることもある。マラエはいずれも神ないしソレを一時的におろす場とみなされており、タプタプアテアのマラエも死願と悲願を結ぶ場とされていた。東ポリネシアでは、海の神タンガロア、戦の神つ、農耕の神ロンゴ、森と生殖の神種のヨハシラが主神とされ、ソシエテ諸島ではもともと種が重視されていた。しかし、 タンガラワの息子オロガミが生まれたとされるダイアター島オポアチックではオロが祀られるようになった。ダイアター島では16世紀から17世紀に主張タマとは一世らによる宗教改革が行われオロが主神と位置づけられた。他の島々への宣教のためにアリオイと呼ばれる芸能集団が組織され、 その芸能が現代に伝わるタヒチの踊りになったという。タプタプアテアのマラエの敷石種と、石像現存するタプタプアテアのマラエは、上記の宗教改革の時期を挟む14世紀から18世紀の間に2段階を経て形成されたと考えられており、ソシエテ諸島では最古のものである。現存するマラエのサイズは、幅44メートル、奥行き60メートルで、 敷石に使われているのは玄武岩、アフに使われているのは玄武岩と珊瑚である。オ愚進行が広まると、タプタプアテアのマラエは、ソシエテ諸島のマラエの中でも、最重要の地位を占めるようになった。重要な儀式などの際には、ニュージーランド、クック諸島、トンガ、ルルツ島などからも、主張や施設が訪れたという。他の島でマラエを築く際には、つながりを示すものとして、 タップタップアテアノマラエの石が組み込まれた。また、他島の宗教施設の建設にも、タップタップアテアノマラエの神官が赴むいた。ポリネシア各地には、ライアター島以外にも、タップタップアテアノマラエが残るが、いずれもライアター島のそれにあやかったものだという。しかし、キリスト教を携えた、ヨーロッパ人たちが来航するようになると変化し、19世紀に、 オポアの主張たちが島の北部に移り住んだ後、タップタップアテアのマライは、廃れてしまった。タップタップアテアのマライに対する最初の法的な保護は1952年の荒れてであり、1969年には修復工事も行われた。1994年には、周辺の景観も保護対象となり、2010年代半ばには、マライの史跡指定も含む、 保護の強化が行われた。そして、次の節に見るように、2017年には、世界遺産リストに登録された。タプタプアテアのマラエと、周辺世界遺産としてのタプタプアテアは、タプタプアテアのマラエのほか、より小さく、反国家的性格を持たない他の三つのマラエ、テアバモアと呼ばれた、ラグーン、内陸のマラエが残る、渓谷、聖なる山とされた、テアエタプ、 他にも、小島、泉、丘陵などの景観が含まれる。タプタプアテアのマラエやその周辺景観は、2010年5月31日に世界遺産の暫定リストに記載され、2016年1月22日に正式な推薦書が世界遺産センターに提出された。フランス当局は、オセアニアの自然の聖地である、ウルルイコールカタジュタ国立公園、 トンガリロ国立公園のほか、文化的景観のロイマタ市長の領地、高古遺跡のナンマトル、東ミクロネシアの採祀センター、複合遺産のパッパハナウモクアケアなどと比較しただけで、なく東アジアの巡礼地として、富士山から信仰の対象と芸術の源泉、古代、山なども比較対象に取り入れ、その顕著な普遍的価値を主張した。これに対し、 世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はその顕著な普遍的価値を認めるとともに世界遺産リストの地域的、主題的な偏りを是正する上でもこのタプタプアテアを登録することには意義があるとした。各してアイコモスは登録を勧告し委員会審議でも登録が認められた。フランス領ポリネシアでは初の世界遺産 フランスの海外圏、海外領土全体で見ても、ニューカレドニアの証拠、サンゴ礁の多様性と関連する生態系、レユニオン島の先方軍、建国軍及び、絶壁軍に続き3件目、文化遺産では、初の登録となった。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。